防水センターが。 同人会計前田一家事務所の土地建物取得関係者に立ち抜き請求ね。そんなことがありましたということなんですけど市民の暴力団排除活動を支援する団体佐賀県暴力追放運動推進センターが今年6月24日に佐賀市にある指定暴力団同人会計三代目前田一家の本部事務所や土地の建物を取得していた,いたことが分かったと県防追センターが取得したのは三代目前田一家が事務所として使用している佐賀県にある 土地およそ280平方メートルと木造2階建て住宅1棟、暴力団事務所として使われていた土地と建物を防水センターが取得するのは初めて。こちら3月の県警の捜査からマイデックの事務所として使われていた土地建物が2023年9月に暴力団関係者ではない一般の人に相続されたことが分かり県警兼防水センターは弁護士 全民防委員会の3社で組事務所の排除に向けて協議していたっていうことなんですね。で、県防通センターは今年6月24日に一般の人が相続したこの土地と建物を取得に踏み切り、今後は現在事務所を利用している前田一家関係者に立ち退きを請求し、退去完了後は公共施設として使用する予定だっていうことですね。まあこれがなんか適正の価格だったらわかりますけど、なんかすごい安い値段でみたいな、ちょっとえみたいな方がありますけど、まあこういうことも行っている だなそれならまあ仕方がないなっていうのはありますけどね神戸山口組系安倍組事務所に車両特攻で服役の山口組参加組員にこれ何て言うんですかね賞をあげると禁止命令調べてから喋ればいいのに要するに何か 公明祝いとか、そういうことを挙げてはいけませんよっていうことの禁止命令ですね。兵庫県公安委員会は19日、特定構想指定暴力団、6代目山口組系3代目行動会参加、3代目米川組組員36歳に対し、暴力団対策法に基づき、復帰終了後に出所祝いや慰労金などの報酬の受け取りを禁じる、そういうの禁止命令を発出したと。組員は2022年8月1日に、福岡県福津市にあった、 特定構想指定暴力団、神戸山口組系二代目安倍組本部事務所に車で突っ込み、コンクリート製の塀などの一部を損壊したとして、建造物損壊容疑で逮捕されていた。えー、県公安委員会は2023年6月に、山口組の親分、組長3人にも、 この禁止命令出してはいけませんよとといいうことをここををの組に報酬を渡すことを禁じているまあでもこれはね、六代目山口組の総本部や総本家から出ないと思いますけど、なんかちょっと分かってないなっていうか、まあ行動会に対してするのは分かると思いますけど、その上の一時団体から出るっていうことはないとは思うんですけどね。一方で、車を突っ込まれた二代目安倍組の本部事務所は2022年12月に福岡県福津市下暴力団事務所使用禁止を申し立て仮処分が決定して 使用禁止となっているその後に売却されて2023年6月に民間の個人所有者がに移っているということなんですね。まあだから本当にどちらにしても構想突っ込まれても突っ込んでもどっちもこう疲弊するという形にするっていうおかみのやり方なんでこれがあったらまあ っていうことなんですよね。まあね、そうですね。まあこれ、じゃあ実際、保証禁止するって言ってもね、わから、わ <laughs> からないように渡しますわなってい言い方おかしいけど、ね、そんな、堂々とはやらないんで、今そんなようなことになっているっていうことですね。はい。まああの、これぐらいにしときましょう。